私学時代の1940年に訪問した、マハトマガンディーとダゴールと学生たち。大学に招かれたバウルたちの演奏、タゴール国際大学は、インド西ベンガル州サンティニケタンにある、国立大学。ノーベル文学賞を受賞した、ラビンド・ラナート・タゴールにより、その受賞資金をもとに当初は、私学として設立された。ビシュバ・バーラティ大学、ビスバーラティ大学、 ビシュババラティ大学とも呼ばれる。タゴール国際大学は、ラビンドラナートタゴールによって設立された学校で、当初は私学だった。タゴールの死後、彼の名優でもあったマハトマガンディーらの語らいかけが、実を結び、ガンジーの死後である1951年に大学に、昇格した。当初は、青空の下で、のびのびと教える教室が良いとの考えから、青空教室だった。 タゴールは西洋へ返帳した学校ではなく、アジアに立脚点を置いた学校を理想とし、そのため日本言語文化研究所や中国言語文化研究所なども設置された。積極的にアジアと交わったタゴールは日本の岡倉天心とも交流があり、岡倉は弟子の横山大観らを引き連れて訪問していたという。その縁で日本との交流は細々と続いており、 1961年には、当時京都市立美術大学助教授だった、秋野福が客員教授として赴任している。タゴール国際大学について、秋野は、タゴールは、教育というのは、無知などを使って子供を強制して教えるものではなく、青天井の下、大自然の中で忍者の説法を聞くように学ぶのを理想と考えていた。そして、 自分の子供が学齢期に達したとき、その息子と知人の指定7人を集めて、この地に寺ポ屋式の教育を始めた。1901年のことであると記している。なお、国立大学に昇格した後に、大学学長は、インド政府首相が兼任するのが慣例となった。タゴールは、私学時代に、クシティモハムセンを招いて校長に据えた。 日本画が存在しており、1987年時点での日本画学長は山下光一タゴールがバウルの歌に触れそれに感動して書いた詩がノーベル文学賞受賞につながった。その関係で大学は常々バウルを招いており、年一回のメラにバウルたちを招待していた。シュナトンダッシュバウルはその一人である。秋の服も1961年頃に、 同大学でバウルと開校しており、彫刻のビスカ教授がバウルを招待しておりビスカ教授がバウルに歌を習っていた様子を記載している。秋野は私はダスの歌をカセットテープに取って帰った。時々インドの絵を描きながらそれを聴いている。都チョのガブンシューバウルの歌で述べている。この際のビスカ教授が招待したバウルはデペンドラナーとダス。また、 バウルの調査に赴いた村瀬里氏は、同大学の手厚い支援を受け、また、同大学職員からベンガル語を学んだという、ありがとうございます。